ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、これがあれば食いっぱぐれない手っ取り早いソロ無限お金稼ぎルーティンを紹介していきます。まず招待限定セッションなどから開始をします。で、必要なのはオートショップというね施設、これだけあれば OK です。このオートショップを持っていない人は、まずこの携帯のところからいきなり施設を買うことができませんので、まずは LS 会場というねロスサントスカーミーティング会場に行き、ここを解除してから準備ミッションをやるっていうことになりますので、説明欄リンク初心者講座貼っておくので、そちらをよく参考にしてください。これだけでカヨペリコ強盗ほど準備が必要なく、短時間で手っ取り早く毎日稼ぎ続けることができます。このオートショップのホワイトボードから開始できる強盗ミッションはいくつかあるんですけれども、この中でも稼ぎやすいのは連邦保管庫またはスーパーノートというのがおすすめとなります。今回一番報酬が高い連邦保管庫が来ていたので、まずこれを開始っていう風にしてね、後から準備とフィナーレをやっていきたいと思います。で、ここにクライアントの車両っていうのがあるんですけれども、オートショップ少しカスタムしているとクライアントの車両っていうのが2台届くようになります。まあ1台でもいいと思います。で、この車両めちゃくちゃ簡単にお金稼ぎできるね、一つのねビジネスみたいな感じになりますので、まず一つ目、クライアントの車両で稼ぐっていう方法で、現在この動画をね、投稿した時にはクライアントの車両報酬が2倍となっています。さらにちょっとバグを利用してさらにね、この、報酬を4倍にするっていう方法をやっていきます。まず指定通りのカスタムをさせていきます。そうすると報酬が高くなります。で、最後乗り物を配達っていうところにカーソル合わせて丸押した瞬間、上十字キー1回と丸を2回素早く押してください。そうするとこのような音が鳴ります。このようにドゥンドゥドゥンみたいに3回ぐらい音がした後に、外に出た時に左上にスタッフが乗り物を届け終えるとっていう文字が出ると、自分で配達した分とスタッフが配達した分で同時に2倍もらえるっていうことになります。で、なるべくぶつけないように届けると報酬が高くなります。まあ、車種によってはね、本当にめちゃくちゃ高くなります。最大16万ぐらいになるんじゃないかなと思います。で、続けて、届け終えたら、この後必ずスタイル変更などをして、画面の右下に金色のくるくるセーブアイコンを出してください。で、セーブアイコンを確認してから、クリエイターに行き、もう一度招待限定セッションなどに移動します。こうすることで、実質この1台の車両を自分でね配達、そしてスタッフが配達っていうことで2台ね届けてるような状態になっちゃいますので、車種がね違うものっていうかね、データが違うものですよっていう判定をさせるために一度セッションを移動してください。で、続けてクライアントの車両、これはオートショップを少しカスタムしていたりとかスタッフを多めに雇っていると2台届いてるようになります。なので、このまま2台目も4倍で稼ぐ方法で、配達したいと思います。で、指定通りのカスタムをすると、続けて最後のところですね、自分で配達するのところにカーソル合わせてちょっと落ち着いてやった方がいいかなと思います。で、丸押した瞬間上十字キーを1回と丸々って素早く押します。丸上十字キー1回丸々っていう感じで押します。そうするとドゥンドゥドゥンみたいな音が鳴りますので、そうしたら左上にスタッフのっていう文字が出た状態で自分も配達になると、これ2倍で稼げるということになります。で、同じくこのまま、配達して、今回ちょこっとぶつけちゃったので、報酬が若干下がっていますけれども、ぶつけずに届ければ結構報酬は高くなります。で、これも同じようにまだスタッフの報酬の分とかをもらえていない状態なので、必ずスタイル変更して画面の右下に黄色のくるくるセーブアイコンを出し、で、続けてクリエイターに行き、また招待限定セッションに移動するようにしてください。クライアントの車両はランダムなので、その稼げる車両なのかどうかっていうのも本当に運になると思います。またクライアントの車両の補充もすぐ来る時もあれば、ちょっと時間がかかる時もありますので、再起動とかセッション移動してみたりして待機してください。では続いてなんですけれども、 CEO とかね MC に登録して短時間で高額報酬の LS 強盗をやっていきたいと思います。スーパーノートに関しては全部で本当にね12分ぐらいで
準備からフィナーレまで終わっちゃったりします。オプレッサーマーク2とか持ってるとめちゃくちゃ簡単です。今回の連邦補完コミッションは、これはね特にね強い武器とか、すごい乗り物とかを持っていなくても比較的簡単にできる、初心者でも結構できるんじゃないかなと。スナックとアーマーさえね大量に持っていればほぼいけるかなっていうミッションとなります。で LS 強盗の中でも一番報酬が高いです。アパートの中に入ったらだいたい6人7人ぐらい敵がいるので、順番に倒していきます。でベッドのところに、目的のターゲットがいますので、そこからエレベーターのキーを入手していきます。ではベッドのところにいるターゲットを倒すとキーを拾うことができるので、そこでキーを入手したら今度はエレベーターの方に行きます。この時点で結構ダメージを食らっている場合はスナックとかボディアーマーで回復しておくといいです。またエレベーターで下に下がっていったらこのガレージのところ行くんですけれども、そこで爆発物ある程度使えるんですけれども、めちゃくちゃやりすぎるとターゲットの車両を壊してしまうので、これは注意してください。ターゲットの走行車両だけは壊さないような感じで行きます。でこの車両を回収して外に出る。外に出るとおそらく、バグったねカリン車が来たりしているので、基本防弾仕様になっていると思うので、それ注意してください。でアルカディアっていうねオフィスのね地下のところですね、ここに、車両を届けるといいかなと。ちょうどこれぐらいまで準備しているとクライアントの車両1台目のスタッフ配送の報酬が今入りました。で届ける。そうすると移動に使っていた車両が近くに出てますので、これに乗り込みオートショップの方に行くと1万ドルの報酬がさらにもらえると。準備1個目は終わりです。続いて準備2個目をやっていきます。準備2個目、そしてフィナーレをやる前ぐらいにはここでスナックを補充しておくといいです。でスナック四角で全部取るっていう風にやっておくといいかなと思います。準備2つ目はほぼ戦闘がないっていうやつなので比較的簡単かなと思います。金庫のコード、まず、これはロスサントス空港に移動します。そうするとヘリの周りに、敵が2人いますので、それを倒してヘリを奪うっていう感じですね。でなるべくここでねめちゃくちゃ撃ちまくるよりは手配度をねなるべく上げないような感じでいくといいかなと思います。ヘリを奪ったら連邦保管庫があるところに行き、そこでポルシェ風の車両を右十字キーでスキャンします。そうするとターゲットが発見できます。でこの車両に近づきすぎると見つかってしまうので、なるべく高い位置から離れていきます。でターゲットがこのように浮気現場みたいのがね出てますので、ここを写真を撮ってください。ちょうどね2人がくっついてるところで写真を撮るといいです。で撮り終えたらこのままエリアを離れると、この準備ミッション2つ目は完了となり1万ドルの報酬がもらえます。いよいよフィナーレなんですけれども、このミッションがね追加された頃のアップデート以降にもしかしたら修正が入ってるのか、陽動というものが使えないような感じになってますので、このあたり注意してください。もしもねこのね再起動しても陽動が使えるようだったら、ぜひコメントください。ではまず開始したらハスラーにして武器を使うといいと思います。続けて車両は基本的には何でもいいかなと思います。で今回はこの車両を使っていくんですけども、開始した時ですね、これ大型アップデートでこのミッションが追加された当時は LS カーミーティング会場で上げる名声レベルの、15か25ぐらいでね解除されるこの陽動なんですけれども、これを使って出てきた車両を使ってこの車両で逃走するっていうことがねできたんですね。しかしこの車両でなぜか連邦保管庫にね近づいていくと、今まで出ていなかったこの場を離れろっていうのが出るようになっちゃってました。しかもタイマーがかなり短くて、普通に急いで戻ろうとしても結構ギリギリかなっていう感じで、これミッション失敗となりました。でこれ1回だけだったので、ちょっともしかしたらねちゃんとね走行車両になればいけるんじゃないかなと思って、走行車両に乗って、でまたこのね陽動の車両を使ってちょっと近づいてみたんですけども、やはりダメでした。なのでもしかしたら一部修正が入ってる可能性があります。なので通常のクリアの方法でいきたいと思います。開始したらまず走行車両をねアルカディアのところに止めてあると思うんですけども、この車両で普通に行きます。で行きは見つからない状態で帰りは見つかるっていう感じで行きますね。ではアルカディアの下に車両を止める。続けて走行車両に乗り込む。で連邦保管庫の方に行きます。で連邦保管庫から出るときにパトカーを盗むんですが、ちょうどこの辺りに出るのでここを覚えておくといいです。
で行ったら行きは敵とね戦わないようにするために武器は出さずにそのまま入っていきます。で ID パスを見せる、続けてエレベーターに乗る。で連邦保管庫の金庫のところですね、金庫室のところに行き、これから金塊を盗んでいきます。ここら辺まではね全然戦うことありません。基本この連邦保管庫ミッション、強盗ミッションは1人でやると30万ぐらいもらえます。で2人3人4人とかでやってもほとんど報酬は変わらず、スタッフは5万ドル程度しかもらえないので注意してください。では金塊をね取っていきます。で基本的にバッグいっぱいはなっちゃうと全部ね金塊を取ることができませんので、このままねちょっと残した状態で回収を終えました。で扉の後ろに3体で扉の前に1体っていう感じで4体ぐらいねこういます。このフロアには4人ぐらいですね。なるべくヘッドショットを狙えるような、風に打っていくといいかなと思います。ヘッドショットのねやり方などは説明欄リンク貼っておくので、そちらの方も参考にしてみてください。ではスワットが到着すると、ここから結構敵多くなります。2人連続で出ます。続けてちょっとこの入り口あたりにね1人2人っていう風に奥にいます。でこの武器をね使うときに銃構えた状態で左十字キーを押すと、爆発物をね銃撃ちながらねポイポイ投げることができます。これも結構便利です。ただし跳ね返ってきて自分が自爆しないように注意してください。である程度敵を倒してください。でダメージを食らったらボディアーマーで回復をするとか、スナックで回復するようにします。この目の前にある車たちはほとんど乗れませんので、全部破壊しちゃってもいいと思います。で先ほど言ったところのパトカーだけ破壊しないように乗り込みます。乗り込んだらスナックを常に食える状態にしておき、ダメージ食らったらスナックをまるで連打でね回復するようにします。でこのままパトカーに乗り込み、このままずっと北の方に行ってパシフィック銀行のところまでねだいたい行きます。銀行の前を右に行くと今度は警察署がありますので、そうすると屋上にねヘリが見えたりします。これもしヘリが見えない場合はこの辺りをぐるぐる回ると見えたりしますね。今ね赤いのが見えました。なのでヘリは屋上にあるということで、この部分は修正されていないようですね。なのでこのまま登っていきます。ここ落っこちないように注意してください。ゆっくり行った方がいいかなと、銃構えてからジャンプの方がいいかなっていう感じですね。で登って左に上がっていくとヘリが見えます。もうこの辺りでなんと手配度が消えちゃってるので、あとはただの逃走っていう感じですね。まあ、ヘリが出なくてもこの辺りで手配度を消すことができれば全然車でね逃走でもいいと思います。で、これを配達を終えると報酬がだいたい27万ドルということで、準備の分で2万プラスになってますので、全部で29万ドルぐらい、約30万ドルもらえてるってことになりますね。でさらにですね、クライアントの車両2台目をスタッフに配達してもらった分の報酬もこの辺りで入ってるはずなので、それも確認してみてください。このクライアントの車両を4倍で稼ぐ方法2台やった分と、この連邦保管庫のミッションをクリア、準備からフィナーレまでやって、だいたい30分から35分ぐらいでできると思いますので、カヨペリコ強盗ほど準備は大変じゃない、比較的簡単なお金稼ぎのルーティンとしてぜひ参考にやってみてください。まあ、このね一度終わったら動画の一番最初に戻り、またそれを繰り返すといいんじゃないかなと思います。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。今できるお金稼ぎは再生リストにありますので参考にしてみてください。Smoke weed every day. Hold up.